はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、私が自作したポータブル電源を使って、今日はですね、セブンイレブンで空洞のインスタントラーメンを買ってきましたので、それを作って食べるという、そういう動画になっております。それでは始めたいと思います。まずはお湯を沸かします。こちらの方にですね、500ワットの電熱器を使ってお湯を沸かしていきたいと思います。電源を入れたいと思います。それでは入れます。電源が入りました。何分でお湯が沸くか、今タイマーをセットしましたので、タイマーストップウォッチですね。ストップウォッチを、だいたいですね、7分ぐらいですかね。やってみます。ではいただきます。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。マイクでした。